も強がりばかり言っている君でも、たまには涙をこぼすこともあるはず。そんな時には思い切り泣くのもいい。悲しいことなどほらすぐに消えるから、さあおいで僕のところへ、小さなその手を伸ばしてごらん。夢の世界へ連れて行くよ。素直な心だけがあればいい。そうだね、何という花だい。さあ後でヘムレンさんに聞いてみるわ。そろそろママの誕生日が来るね。ええ、誕生日のプレゼントのことを考えていたんだ。ありがとう。そう、大きなもの、ママにふさわしい大きくて素晴らしいものをプレゼントするよ。かわいい花だ。こうは言ったものの、ムーミンパパはその時何をプレゼントするか決めていませんでした。ママの誕生日があと1週間に迫った今も贈り物が決まっていないのです。困った。ママが喜ぶ大きな素晴らしいもの、なんだろう一体。大きな素晴らしいものね。あんなこと言わなければよかった。え、プレゼントしたくないんですか。いやいや、そうじゃないよ。ささやかな贈り物をするからとでも言っておけば、何をあげてもママが失望することはないんじゃないかと。本当ですね。大きな素敵なものなんて難しいな。君は頭のいい人だ。何か思いついてくれると思ったんだがな。そんなこと言われても。あ、ママですよ。こんにちは、ムーミンママ。こんにちは、スノーク。二人で何の相談？別に相談などしてないよ。なあ、スノーク。ええ、単なる雑談です。いいのよ。男の人たちの秘密を無理に聞こうとは思わないわ。ミーは体が軽いからあんな遊びができて楽しそうだな。まったく。じゃあまたね、スノーク。あ、はい。決まった。え？プレゼントが決まったんだよ。何に？自転車、手作りのな。それはそれは。君悪いけど、木製自転車の設計図を書いてくれんかな。急いでですね。もちろん。かなりの重さに耐えられなくちゃならない。しかも軽やかに走らなくちゃならない。頼むよ。去年は貝殻をつなげた首飾りよ。ママとっても喜んでたな。一昨年は何だったっけ。ツタで編んだハンモックだったわ。あれは案外早く壊れちゃった。ママ重いから。その前の年は問題は今年でしょ。そうだよ。私ローラースケートあげたらいいと思うわ。これはちょっと無理なようだから。ママローラースケート乗れるかな。それより大人がローラースケートなんかに乗っておかしくないかしら。転んだら怪我するぞ。綺麗なヘアブラシなんかどうかしらね。平凡ね。金貨が一番だと思う。何でも買えるから。
スニフは相変わらずお利口じゃないわね。ママが喜ぶものは何かな。あ、どうしたの。そっか、そうだったんだわ。フローレン、ムーミンパパがね、お兄さんの作業場でゴソゴソやってたの。あれはきっとママのプレゼントを作っていたんだわ。うん、きっとそうだ。お兄さんも一緒に手伝ってるみたい。二人がかりか。一体何を作ってるんだろう。パパのプレゼントに負けないようなものを送りたいわね。ねえ、直接ママに聞いてみるのってどう。僕の設計図通りですね。そのつもりだ。ママがきっと喜びます。うん、遠出もできるし運動にもなる。後ろから押しますよ。オッケー。会長、会長。大丈夫ですかパパ。私は大丈夫だが自転車が。ほんと気をつけてくださいね。はあ、ただいま。あれ、パパどうしたの。石につまずいて転んだんですって。いや、ちょっとした擦り傷だ。心配ないよ。あのね、ママ。なに。ママは今度の誕生日に何をもらったら一番嬉しい。みんながいいと思うもんなら何でもいいわ。いや、そんなこと言われても。プレゼントはいただくだけでとても嬉しいのよ。そんな気を使わないでちょうだい、スニフ。パパは決まったみたいだね、ママへのプレゼント。それはもちろん。僕たちまだ決まってないんだ。ママが言ったように何でもいいんだよ。僕たち必ず素晴らしいものを考える。ね、みんな。ええ、絶対に。あのな、ママ。え、何ですか。お皿洗いもうじき終わりますからね。ああ、あの、この前私大きな。ごめんなさい、よく聞こえなかったわ。いや、いいんだママ、ひらめいたんだよ今。おかしなパパ。ちょっと待ってくれ、考えるから。首飾りやハンモックやローラースケートはダメだよ。それから、あんた黙ってなさい。スナフキンが考えてるんだから。花はどうだい。花。ああ、花なんて当たり前すぎるわ。花よりは金貨の方がいいよ。花壇を送るんだ、ママ専用の。いいわね、ママは土いじりやお花が大好きですもの。専用の花壇があったらママ大喜びするぞ。さすがスナフキンだわ。高三です。なんだかわかりません。今にわかるよ。水車みたいな形ですね。ま、実地テストには立ち会わせるよ。わからない。いや、待たせてごめん。そのお皿何にするんです。実はこの機械は水力食器洗い機なのさ。食器洗い機。これでママは台所仕事がぐーんと楽になるはずだ。ここへ汚れた食器を置くんですか。その通り。さすが機械に強いな。これ本当にパパが設計したんですか。そうだよ、見直したがね。さっきの自転車のような失敗はない。あれは作り方に。まあそんなことより早くテストをしてみてください。パパ、行くぞ。この水車の羽のようなところにあるハケが食器の汚れを自動的に落とす。わかるだろう。
とお茶碗の数がだいぶ足りないんだけど。知らないよ僕。ねえパパ、お皿とお茶碗が。ああ寝てるのね。困ったな、時間がない。ムーミンパパは本当に困っていたのですが、その時またもひらめきました。そうだ、これにしよう、決めたぞ。紙、パパ、お茶が入りましたよ。ありがとう、ママ。なんです、あなた。ちょっとこちらを向いてくれないか。こうですか。うん、そう、そのまま。ああ、動かないで。ねえ、あなた、これはああ、もうしばらく動かないで。ねえ、一体どうしたんです？ありがとう、ママ。さあ、ざっざっ、ぞーっ、よし！どうやら、パパはママの肖像画を描こうとしているようです。これはなかなかいい思いつきですね。ママの誕生日のためなら、ここに咲いてる花を必要なだけ分けてあげるよ。ありがとう、ヘムレンさん。僕たちすぐ準備にかかります。うん、そうしておくれ。ヘムレンさん。はいはい。この黒い花は何ですか？それは黒バラだ。黒バラ？どうだ、見事なもんだろ。なんだか気味悪い。この花はママの花壇にはいらないわ。そうかな。私はなかなか味わいのある花だと思っているがね。ところで花壇はどこに作るんだい？まだ決めてません。ムーミン家の庭に作るんじゃないの？別の場所だよ。誕生日の朝ママに見せて、これママの花壇だよってびっくりさせるんだ。ママ、ママ。何ですか、慌てて。ああ、私の絵の具をどこに置いたか知らないかな。確か私の机の引き出しにあったと思ったが、ない。あれはありませんよ。え？忘れたんですか？去年海岸にピクニックに行った時。ああ、あの時波に持っていかれた。あれから絵の具はやめてデッサンにするって。ああ、ドジだな、私は。これはガーベラだよ。ええ、知ってます。ミー、その花なんだか知ってるかい？知らない。アルメリアだよ。アメルリアね、はい、覚えた。ああ、もっと丁寧に、花も生き物だということを忘れずにね。あさってか。ああ、何かいいもの、大きな素晴らしい贈り物はないかな。ママに謝るか。はあ、大きくて素晴らしい贈り物、せめて大きな贈り物。ねえ、スナフキン、あれパパじゃない？ああ、パパだね。どうかしたのかな。いや、ムーミン、なんだ、スナフキンも、スニフ、フローレン、ミーも。おー、ずいぶんたくさん花があるね。ママには言わないでね。ん？ああ。これ、僕たちからママへのプレゼントだよ。ママ専用の花壇を作るんだ。素晴らしいプレゼントを考えたな。パパは何をプレゼントするんですか？私の家で何か作ってたでしょう。ああ。あれは違う。ママの誕生日まで秘密なんですね。ああ、いや、まあそういうわけじゃ。それじゃ、行こうか。うん。
じゃあねパパ、僕たち急ぐから。ああ、言ってくれ。誕生日はもう明後日だもんな。その花、どこへ持っていくんだ？今日は焚き木小屋に隠しておくよ。花壇は明日作るつもりなんだ。花壇作りは手伝うぞ。ありがとうパパ。スニフ、あんたもくたびれたの？うん、そんなことないよ。まだヘムレイさんところから3回は花を運ばなければなんないのよ。しっかりしなさい。大丈夫だって、なんか食べれば。ムーミン！なにパパ？実はパパが予定していたプレゼントがみんなダメになってしまったんだ。もしみんなが構わないんだったら、パパも君たちの仲間に入れてくれないか。僕は構わないけど。もちろん私だって。まあパパが手伝ってくれたらとっても助かるな。僕、私も助かるわ。普通に頼りなくて。パパが加われば素晴らしい花壇が作れますよ。ありがとう、みんなありがとう。お星様が綺麗ね。明日もいいお天気だわ。晴れてくれないと困る。あら、どうして？そりゃやっぱり天気の方がいいんじゃないかい？そりゃそうですけど。そうだ、できる。どうしたんです、あなた？いや、なんでもない。おやすみママ。おやすみなさいパパ。崖の下？うん、あそこだ。もっと家に近いところがいいんじゃないパパ？少し離れているけど、あの崖の下がいい。おはよう。まだ二人だけ？花壇は崖の下に作ることにしたよ。崖の下？なぜこの崖の下に花壇を作るのか、それはこれから私が説明しよう。はあ、ちょっと待ってくれ。どうしたのパパ？いや、これは大変なことを忘れていた。また私は同時をしてしまった。黒い花などあるはずないのに。黒い花？そうなんだよ。これをやるには黒い花がどうしても必要なんだ。あるわ。え？黒い花ならヘムレイさんとこにいっぱい咲いてるわ。なんと、本当かミー？本当よ。でも気持ち悪いわよそのバラ。いやー、いいんだよそれでも。よし、じゃあパパのアイデアはうまくいくよ。なんだかさっぱりわかんない。うん、それをこれからみんなに説明しよう。つまりこの崖の下に花壇を作る理由は。パパは一体何を話したんでしょうね。お誕生日おめでとう。皆さんありがとう。それからママ、僕たちママの誕生日に贈り物を用意してあるんだ。素晴らしいわ。僕たちっていうのはここにいる全員だよママ。ああ、皆さんに心からお礼を言うわ。プレゼント見たい？そりゃ。でもここにはないんだ。ほら。ママ、贈り物を見に行きましょう。まあ、外に置いてあるのね。ちょっと遠いんだけど。まあ、こっちだよママ。だよママ。なんだかワクワクするわね。これが私の花壇。そうだよ。夢みたい。忘れ草があるわ。うん、ポピー、マスター、ガーベラ。これはキリンソウね。嬉しいわ。よかった、ママ本当に喜んでる。うん、うん、まあこの黒い花は黒バラだよ。育てるには随分苦労したんだ。
そうでしょうね。ママ、そろそろ上へ行こうか。上？崖の上さ。あそこにも何かあるの？うん。ま、とにかくついておいで。その先まで行ってごらん。さあ早く。気に入ったかい？とっても。パパが描いた絵の通り花を植えたんだよ。風呂原があったんでハンドバッグができたんだ。パパ、皆さん、素敵なプレゼント本当にありがとう。パパが言った通り、大きくて素晴らしい贈り物。ミーの兄弟のおかげでムーミン家は遊園地のように大騒ぎ。僕のうちがすっかり気に入った子供たちは当分帰らないって言うんだ。よし、こうなったら誰にも邪魔されない僕だけの家を作るぞ。次回、楽しいムーミン一家、ムーミンの建てた家、お楽しみに。She